今は昔、悪しき領主が多くの民を苦しめていたとある国で、一人の男が行き倒れていた剣士を助けた。彼は異なる世界から来たもので、一振りの剣を男に与えた。好奇の剣、フィデス。正しき者が震えば、剣は自ら光り輝き、すべてを打ち倒す。剣の力で悪しき領主を打ち果たした男は、皆に壊れてその地を治め、騎馬一族繁栄の礎となった。そして、僕は今日正式に、その継承者となる。おめでとう、シオン君。これで君も騎馬の正式な継承者だな。これで騎馬家も安泰ですね。ありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。ずいぶん変わった儀式でしたよね。要は後継者のお披露目さ。騎馬の権威付けも兼ねてというところかな。光りませんでしたね。ん？後期の剣です。伝説通りならば真の継承者の手に渡ったとき、輝くものだと。あれはただのおとぎ話だ。おそらく西洋から流れ着いたものでもいたのだろうな。ちょうど騎馬の一揆が起きた時期だったから、絡めて伝説になっただけで、現実にあるわけがないさ。坊ちゃまはお小さい頃からあの伝説が好きでおられましたから。もし惑星クレイが実在していたら、その剣はクレイから来たのかも。なんてね。おめでとう、シオン君。すごく立派だったよ。途中ごめんね。宇津木、お前も騎馬の一員ならば、もう少ししっかりせんか。ごめんなさい、兄さん。聞いたぞ。またくだらん話に投資して失敗したそうだな。あれは将来、絶対みんなを助けるはずで。今はまだ時期が早すぎただけで。その言い訳も聞き飽きたぞ。今日は祝いの席なんですから。宇津木様、よろしければお飲み物を。本当ごめんね、シオン君。あ、いえ。宇津木さんも騎馬のためを思ってやってらっしゃるんですから。あいつに騎馬の名は重すぎるんだ。僕にはそんな大それたことできっこない。じゃあいいぜ。俺との取引はここで終わり。あんたは永遠に騎馬一族のみそかすだ。それはこっちの支度はできてる。あとはあんたが通り側を引くだけだ。宇津木おじさん、どうしたんですか？ん？あ、いや、ちょっと、なんでもないんだ、本当に。すでに複数の持ち合い先が買収に応じているようです。エースコーポレーション？ペーパーカンパニーの可能性もあります。我が騎馬に買収を仕掛けるなど絶対に許さん。父さん、お前は何も心配するな。
はい。よー、はじめまして、騎馬の継承者くん、エースです。エース？そう、今話題のエースコーポレーションの代表。おっと、おかしな真似をしたらすぐに切らせてもらうぜ。何が狙いだ？ま、電話じゃんね。場所はメールで送るから、今夜8時においで。このことはみんなには内緒な。君の忠実な執事殿にもね。それと、君んちの家宝、なんとかの剣ってやつ？ダメだぜ。大事なものにはちゃんと鍵をかけておかないとな。えらいえらい、ちゃんと一人で来たみたいだな。お前がエースか？思ってたよりガキが出てきてびっくりしたか。それはお互い様だろ、騎馬の継承者くん。宇津木さんに何をした？いやさ、家宝の剣があればあんたも継承者になれるかもって声かけたら、おっさんマジで持ってきちゃってこんなもんが何の役に立つわけ？金持ちの考えることはわかんねえな。要件は何だ？まあそうせくなって。君好きなんだって？ヴァンガード。俺もハマっててさ。どうだい一戦？断る。じゃあさ、君が俺とファイトして勝ったら剣は返す。騎馬の買収もやめる。何千億って金と俺らの人生をかけたゲームだ。ゾクゾクすんだろ。本気で言ってるのか？騎馬の買収さ、もう8割方終わってんだよね。株主どもの取り込みも完了。明日の朝には全て俺のものだ。うまくいきすぎてもつまんねえんだよ。スリルが足んねえ。もっと熱く、俺をもっと燃えさせてくれるスリルがよ。それがお前の動機なのか？もちろん、お金も欲しいですけどね。どうする、お坊ちゃん？ダメだ、シオン君！そいつは危険なやつだ！どんな罠が待っているか！宇津木おじさんは黙っていてください！僕は騎馬の継承者です！こんな卑劣な人間になど絶対に負けない！決まりだな。こんな状況だとさ、君もイカ様とか心配だろ？お互いにフェアにファイトできるように、パックファイトだ。新品のパックで即席のデッキを作って戦う。どんなカードが出てどんなデッキになるか、全ては運次第。それをどこまで活用できるかはファイターの腕次第というわけか。どっちのデッキもクランはバラバラけど、トリガーやスキルはクランが違っていても使えるってことにする。出ないとファイトになんねえからな。トリガーは8枚、完全ガードはなし。 G ユニットは1枚のみ。
グレート一都には多少まとまっているから、これを主軸で速攻をかけていくしかない。こっちは準備できたぜ。始めよう。スタンドアップ、バンガード、ドロー、ライト、スキルで移動。トリガーが少なければガードもしづらい。リバック感は完全ガードも出ない。この条件では守るよりも攻撃していく方が有利。ライド、ロッククライムドラグーン、本田のスターベイダーアイアン、ナイトメアドールジニーをコール、バンガードにアタック。スタンドドロー、ライド、ロンバスメイガス、本田のスターベイダーアイアンをコール、ロンバスメイガス、リアのアイアンにアタック。わざとリアにアタックして展開を引き伸ばしている。3枚の G ユニットを生かすためか。ノーガード、キバの継承者か。君には全てがある。金も権力も才能も。けど君はまだ現実を知らない。ヴァンガードにアタック。ノーガード、のんびり行こうぜ。夜はまだまだ長いんだからさ。ライト、グレートコンポージャードラゴン、麗しきビーストテイマーアレクシス、バトルシスタータフィーをコール、アレクシスでアイアンにアタック。ノーガード、グレートコンポージャードラゴンでヴァンガードにアタック。ノーガード、ツインドライブ、スタンドトリガー。お、ゲームでやっている君とは違う。これが僕の背負っている世界の重みだ。アルクシスをスタンド、ナイトメアドールジニーでヴァンガードにアタック。勝つのは僕だ。アルクシスでヴァンガードにアタック。ガード、ターンエンド、あと1点、次のストライドで決めてやる。ところでさ、君んちの家宝、あれを受け継ぐことが継承者の証なんだって？それが伝説があるんだろ？真の持ち主に渡った時、剣が光るとかって。ただのおとぎ話だ。へえ、そうなの。でもほら、さっき試しに持たせてみたらさ、おっさんの時だけああなるんだよね。シオン君、これどういうことなんだろう。君の時も、兄さん、君のお父さんの時も光らなかった。僕は弟だからって剣に触らせてもらえなかった。けど本当は僕が継承者だったってこと？本当は全部僕のだったのかな。この剣も牙も。それはねえ、だったら僕がそこにいなくちゃいけなかったんじゃない？僕が継承者なんだ、牙を守るのは僕のはずだ。違うかい、シオン君。どっちでもいいんだけどさ、俺はでかいゲームができりゃそれでいい。どうする、君が続ける、それとも真の継承者のおっさん。僕が、僕だ、牙を守るのは僕だ。さあ、ストライドジェネレーション、コール、ダークサイドプリンス、マスカレードバニー、デススターベイダー、カオスユニバース、ヴァンガードにアタック。ノーガード、トリプルドライブ、ゲット、ドロートリガー、パワーはダークサイドプリンセスへ。でも絶対勝つだよな、牙の継承者は。いや違うか、継承者はあのおっさんの方だったんだね。だとしたら君は何？
その資格もないのに牙を継ぐんだ。それってただの嘘つきなんじゃないの？ガード！幻だったわけだ、君の信じて生きてきたもの全て。ノーガード！これが現実だぜ、偽物の継承職！黙れ！アレクシスでアタック！騎馬の継承者にふさわしい強い男になれ。はい。ガード。コロッサスでヴァンガードにアタック！スキル発動！アレクシスを山札の下へ送り、ロンバス・メイガスを山札の下へ。いつかあの剣を僕の手で輝かせてみせる。完全ガード。ジニーでアタック！僕は全てを守ると誓ったんだ。その資格もないのに。ガード。俺のターンだな。ストライドジェネレーション、コール、ブリッツ・スピア・ドラグーン、ナイトメア・ドール・ジニー。偽物の嘘つきになんか負けらんないんだよな。ジェネレーション・ブレイク。G4 が3枚、そのうち2枚が同じだなんて、俺も持ってるよな。全てのユニットにパワープラス2000。これが現実だよ、お坊ちゃま。ゲームオーバーだな。実はな、騎馬の買収がほとんど終わってるって話。あれ嘘だから。女性は五分五分、いや4対6ぐらいで俺らが不利けど、これで決着がつく。安い挑発に乗せられて騎馬家をゲームなんかにかけて、しかも負けた。そんな継承者が担う世界に未来はあるのか。政財界のお偉方も真剣に考え始めているだろうぜ。あと、まさか本気で信じてたのか。剣が光るとか現実にあるわけないだろう。ゲームってのは勝つためにやるんだぜ、お坊ちゃま。おい、聞いたか？基盤地乗っ取られたんだってよ。なんか会社の家もおじさんに取られちゃったらしいよ。両親は地方の親類を頼って再起のための活動を始める。岩倉にはそちらについてもらった。僕はここに残ってエースを追う。このままでは終わらせない。必ず決着をつけてやる。それは分かったけど、大丈夫かよ一人で。どこにいたって僕は僕だ。ヴァンガードも G クエストも続ける。大丈夫だよ。シオン、本当にありがとう。おっさんもなかなかの芝居っぷりだったぜ。いや、それほどでも。あ、君は一体何者なんだい。シオン君に勝っただけじゃなくて、会社をいくつも動かす力があったり、難しい契約とかまで詳しくて。ああ、それなんだけど。ん？俺のボスが今回の件も含めて